はい、マスオゲームズです。はい、今日はですね、モンストやっていきたいと思います。で、今日はですね、こちらです。モンタマガチャをレベル2で引いていきたいと思います。で、今回ね、レベル4以上まですると、キスキルリラと天草四郎が当たることがあるよっていうことなんですが、キスキルリラーね、2体持ってますし、天草四郎も持ってるんで、今回はね、レベル2で他のキャラを狙ってガチャっていきたいと思います。でね、今回ね、覇者の塔とかも始まりましたしね、ちょこちょこやっていかなきゃなとは思ってるんですが、はい、では、レベル2で早速引いてしまいましょう。ちなみに、狙いは、これは出ないんですよね。狙いは、宮本武蔵とかって、あれですよね、宮本武蔵かな、あとミョルニルとか、ああいうの欲しいな。はい、では行きましょう。モンタマガチャガチャルレベル2です。何が当たるかな、楽しみだな。絶対当たるんですもんね、最高だよね。では引っ張って当たれ、来い来い来い、何が出るかな、何が出るかな、てれてれんてんてれん、来い。あー当たりだけどね、大当たりだけど、孫悟空持ってるな。孫悟空使えるじゃないですか。でも、もう持ってるな。いいキャラですけどね、持ってなかったら僕は多分すごく喜んでるんでしょうけど、持ってるからね。いやでもモンタマガチャで孫悟空いいんじゃないですかね。はい、まあ持ってるけどまあそこはね、もうまあ前提にあるんですけど、はい、ということで今回のモンタマガチャでは孫悟空でした。はい、ちょっとね、また覇者の塔でガチャを貯めて、あ、ガチャじゃないわ、オーブ貯めて、またねガチャれるように頑張っていきたいと思います。ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。